ジャガー R4 は、ジャガーレーシングが2003年の F1 世界選手権、参戦用に開発し投入した、フォーミューラ1カー。デザイナーは、ロバート・テイラー。R4 のエンジンカウルに描かれた、ビッグキャット参戦、依頼何度かのトラブルを経て、ジャガーチームは2003年シーズン、ようやく落ち着くこととなった。トニー・パーネル、デビッド・ピッチ・フォースの指揮のもと、チームは、 結果を残すことが必要だと感じ、またその能力がそれに及ばないことも知っていた。2002年末にエディアーバインは引退し、ペドロデラロサもチームの構想外にあった。マーク・ウェーバーとアントニオ・ピッツォニアが新たに加入し、チームの運営陣もドライバーと共に再構築された。車の改善がそれに続いた。R4 は古い R3 に比べ、完全に 再設計され再構築された。開発の焦点はより剣道な写真に合わせられ、プレシーズンの間に搭載するコスワース CR エンジンはバンク角が72度から90度に広げられた。新しい R4 は2003年シーズンへの準備は整っていたが、完成者としての走行はわずかなものであった。開発の遅れにより多くの信頼性の問題が存在した。 パッケージとしての信頼性は高いものではなかったが、コスワースエンジンの能力は目を見張るものがあり、問題は主に写真に起因するものであった。ブラジル GP ではウェイバーが大きくクラッシュし、赤旗が振られ、レースは53周で成立した。スペイン GP 後、チームは目立った成果を残せないピッツォニアを交代させようという意向を公然と明らかにし、マクラーレンの経験豊富なテストドライバーである。 アレクサンダー・ブルツとの契約を望んでいると報道された。しかしながら、マクラーレンは新社開発にブルツの能力が必要であるとして契約を解除しなかったため、ジャガーチームは難しい立場に置かれることとなった。チームはピッツォニアに謝罪し、イギリス GP まで契約を継続した。イギリス GP でピッツォニアはリタイアしたものの、シーズンにおける最も説得力のあるドライブを行った。 しかしチームはレース後にミナルディのテストドライバーであったジャスティン・ウィルソンを起用した。ウェバーは予選3位を2度記録し7回の入賞を果たした。チームは18ポイントを得てコンストラクターズランキング7位でシーズンを終えた。ありがとうございます。